トゥズラ県はあるいはトゥズラ関東は、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の構成体である、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦を構成する県。県とはトゥズラ。トゥズラ県の面積は2908平方キロメートルである。1991年の時点で、地域内の人口は94万9621人であり、うち60%は、ボシュニャク人28、28%は、 セルビア人9%はクロアチア人であり、その他は少数民族であった。2002年の調査では、トゥズラ県の推計人口は60万7571人であり、その90%を占める54万6814人はボシュニャク人であった。トゥズラ県で2番目に大きな人口比率を占める民族集団はクロアチア人であり、主にトゥズラ、 ジビニツェ、スレブレニクに居住しているが、他の自治体にも少数ずつ居住している。トズラ県は1994年に、ボシュニャ人勢力とクロアチア人勢力の間で、交わされたワシントン合意によって設置され、その領域はデートン合意によって1995年に定められた。1333年に建造された、保存状態の良い要塞がスレブレニクに残されている。 ありがとうございます。